はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3月10日木曜日のですね、まったりとした午後でございまして、千代田区13度、この部屋今18度ですね。ちょっと日照が出てきましてですね、若干こう暖かい感じがいたします。さて、日経平均ね、日経平均、日経平均は951円。なんか今日はこの辺で止まってるというのは不思議ですね。ここからこの周辺が動かないという感じです。WTI ですね、原油先物110ちょっと上がりましたね、 110.71 と。今日はこれがこう高くないというところでですね、今後下がるんちゃうかと、原油価格ね、ということで株価が上がってるらしいんですけども、という感じですね。なんか他にニュースが出てこない。ドルオンがですね、1230、全然ちゃうやんって、1230ですね、ちょっと戻してきました。戻してきたというか、こう、ウォン安に触れてきましたね、今日は。そうですね、昨日なんかむちゃくちゃ頑張ってたんですけどね、今日はなんかこう、ウォン安基調に戻ったという感じで。で、円もですね、116円。116.12 と円安基調でございます。まあだから、ウォンも円安基調になってもええんやろうと思いますけどね。さて、ですね、やっぱり今日一番の話題は あれですね、ムン・ジェインさんの後継が決まったということで、ユン・ソクレさんという保守系の方がですね、元の検事総長さんが次期大統領というふうに決まりました。まあ、就任式は5月10日ということでですね、それまで2ヶ月間はムン・ジェインさんがですね、まあ大統領のままなんですけども、この間にユン・ソクレさんが逮捕されるんちゃうかみたいな、そういう、なんてことを書いてある記事もございました。可能性はありますね。なぜユン・ソクルさんが大統領になればですね、ムン・ジェインさん GoTo プリズムはほぼほぼ確定やと思います。私も昔からね、お隣さんの記事は読むようにしてるんですけども、今までの中でですね、このおっさんかなり最低になるんじゃないかなと。キム・ヨムさんっていうのも言いましたよね、昔ね。ノムヒョンっていうのも言いましたね。この辺最低でしたけどね。この辺は最低でしたけど、ムン・ジェインさんは本当に何も実績ないですね。何も実績なくって、外交は全部潰したでしょ。対米関係、対日関係、対中関係だけはですね、よしよしっていうというか、屈辱的な関係にこう甘んじたということではやっぱりよろしくないんでしょうね。で、対北朝鮮も三男坊に全く信用されなくなったわけです。全部潰した。内政もですね、住宅価格が高騰してですね、格差社会を広げたとですね。で、最低賃金を無理やり上げたんで、自営業者、中小零細業者、かなり苦境に追い込んだということで、対して何かしたんっていう。で、本人はいっぱいいますよ。自画自賛しますよ、なんか言うと。めったに記者会見しないくせにですね、こう喋り始めるといろんなこと言うんです。何にもしてないんです。で、そのくせですね、あれですね、ウルサン市の市長にですね、自分の30年来のお友達を当選させるためにちょっとダーティなことをやらかしたりしましたね。で、あれですね、正義連のですね、そのユンなんたら、その名前が出てきた、をですね、ユン・ミヒャンやったかな、をですね、国会議員にしてですね、そのインチキがバレたにもかかわらずですね、そのままこう罷免をしなかったとかですね、もうまあまあ上げつらえばですね、失政の数々、旗から見てるとそうなんですけども、でもね、最後までまあ今でも大統領ですけど、支持率が 40% ぐらいあるんですけど、私に言わせればね、愉快なお隣さんのメディアがですね、正しくそのムン・ジェインさんを批判してこなかったのが大きな原因やと思うんですよ。
だからなんかこの方一生懸命頑張ってるように見えた。まあ風貌もね、なんか悪いことしそうにない風貌してるでしょ。実際そんな悪人ではないと思うんですけどね、僕もね。悪人ではないけど、花畑なんですよ。頭を花畑の人が大統領になるっていうのは、こういうことかというのがようわかりましたよね。で、自分のやることは全て正しいという、あれ、ナノランブルですか、なんかこう言い方ありますよね。自分のやることは全部正しいで、他人がやると全部ダメという、素直にそれを思えてしまう人であった。それがたまさか大統領だったわけですね。選んでしまったわけであって。こう大きな悲劇なんですけども、このユン・ソクヨルさんという元の検事総長がですね、大統領になられるということはですね、彼の方が幾分現実的なわけですね。だから、ムン・ジェインさんがこの5年間でやらかしたことがですね、多分ユン・ソクヨルさんがですね、その当初の予定を変えなければですね、この前のインタビューで示したですね、前政権の赤兵は追及するというですね、スタンスを変えなければ、まあ、次から次出てくると思いますね。で、いろんなありますけども、多分ゴーツープリズンになってですね、で困ったことに彼、外交全部壊してるでしょ、特に対日、我々との関係壊してるでしょ、それのね、修復に多分ね、ユンさん苦労なさる、ね、次期大統領の。そう。で、あと、まあ、ユン・ミヒャンとかね、チョ・グクとかね、ああいう、こう、とんでもない左派系の、インチキおじさん、インチキおばさんたちのこともですね、これからどん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 追求されていって、その陰にはですね、このムン・ジェインさんがあったわけであって。で、彼は一生懸命労働組合を甘やかしたわけです。市民運動を甘やかしたわけですね。だからそれの赤兵もね、それこそ赤兵ですね。もうユン・ソクヨルさんが正していくとすればですね、もう材料にはことかかるんですよ。このおっさん。ほんまに。どうなるのかわかりません。もうユン・ソクヨルさんの胸次第でしょうけども。ただですね、国会というのがございまして、大人さんにも、国会の議席は6割がムン・ジェインの共に民主党という政党が占めてるわけですね。だから法律を作ると、新しく法律を作るということに関してはかなり難しい。で、国会がですね、こうユン・ソクヨルに好きにはさせへんでというふうにやると、かなり妨害できると思います。かなり妨害できるんですけれども、限界はありますね。で、2年後に国会議員選挙があります。まあ、そこまでユン・ソクヨルさんがですね、国民の支持をつなぎ止めていればですね、そこそこですね、保守系の政党の議席が伸びるんでですね、それでももし勝てればですね、その後の政権運営は割合楽になると思われます。まあ、それまででもまだ2年間ありますからね、そのあたりどうするのかということでして、大統領権限は すごい強いんですけども、できることは限られているということになりますね。いろんな、とんでもない法律をいっぱい作ってるんですよ、ムン・ジェインさん。それをでも変えていくのもやっぱり国会の協力が必要なわけであって、ユン・ソクヨルさんになったからといってですね、まあできることはですね、こう、ムン・ジェインさんの一派をですね、ゴーツープリズンということはできます。はできるんですけども、その他のことはちょいと難しいかもしれませんね。まあどうなるか分かりませんけども。で、多分ムン・ジェインさんはですね、この5年間にやらかしたこと、もういろんな失策、失政、チョンボ、悪事。まあこの方が積極的に自分から悪事をしたと思いませんが、これくらい AR ぐらいのことをいっぱいやってるわけですよね。息子、娘、奥さん。これ片っ端から暴かれていくとですね、結構大変なことになるのではないかと。で、今ね、もうすでに大人さんの社会ではですね、次のユン・ソクヨル時代を見据えてですね、ちゃーっと乗り換えようという役人たちがですね、動き始めていると思います。まあね、まあどこの世界でもあることですけど、ムン・ジェインが上だったらムン・ジェイン風にって、ユン・ソクヨルが上だったらユン・ソクヨル風にとか、そういうね、ヒラメみたいなやつがいっぱいいるわけだって、まあそれが世の常でございまして、それをね、一概に非難することはできないし、大体一言やし、どうでもいいって、私は思うんですけど、そういうシフトになっていくとですね、多分ムン・ジェインさんはこの後大統領を退任なさってからの人生はまさに、跳ね返ってくるっていうか、返ってくるブーメランにブズ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 と刺されまくってですね、どうでしょうね、御社で出てこれるのかなと。
ユン・ソクレさんの次の大統領が恩赦にするまで待たなければいけないんじゃないかなと。まあその時にまだあれですね、左派が盛り返せばいいんですけど、まあそれようわからん。なってみなわからんやん、この先なんかということですね。はい、ということでムンジェインさん、この後はですね、延々とですね、自分のやらかした大失敗、失政失策の後始末をさせられるブーメランがブサブサブサッと刺さりまくるという予測でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。